カタン。スレとカタン。だいぶスレとスレとは違う。素手と素手、刀と素手、まず間合いが違う、距離が違う。相手の獲物の長い、これ大体背の大きい人で腕が長い人、こっち来られたら2メートル以上あるような人が腕伸ばしたような感じや。な、2メートル何十センチ。これちょっと変わる。素手と素手と、素手と刀ってちょっと変わる。そんなもうだけどかなり原理的には親類のもんである。これはい、あの切ってくる、はい、やっぱりここのスピードが一番速い。ここのスピードが遅い。だからはい切ってこい、はい、当たる寸前に見えるスピードが遅いからね。だから、はい、当たる寸前に、はい、はい、ってこうしたい。これ、刀いうのはね、ここに刃がついていて、横でやってもいいね。上からやってもいいね。はい。それで、これ、木刀と考えてもいいし、刀でも考えてもいいし、切る寸前一番近い。だから、あの腕伸ばしたところで押さえる。はい、はい、はい。こうやって腕で受けられるということがわかるね。はい。もうこっからでも、こっからでも余裕が入ってきてる。はい。ふっ、これだ。ましてや、こう構えとったら、こう構えとったらもっと早い。ふっ、ふっって取れるように。これ、あの、避けられる。手で受けられる。けど、これ、力が入っている人は崩せる。力が入っていない人は崩せない。はい、力入れてこい。今の崩し方が入ってるのが多い。はい。崩れるな。けど、これ力抜いてきてる。ピョンと軽く、シュッときてる。あんまり体崩れない。そういう問題あるけれど。まあ、大体来る人は力を入れてくる。な、ガンってやるつもりだから。そうすると、はい、次。はい、次に来る。体で逃げられる。体で逃げられる。手だけでも逃げられるし、体だけでも逃げられる。はい、この辺で。はい。前に入る。体だけでも逃げられる。それから次、両方で手と、まあさすがにちょっと足は体さばきをやけど、蹴りは無理やけど、体さばき足つこうて手つこうて、はい、それでさあって言った。これで目ついてる、いろいろ見てる、うん、はい、手で受けていて、これで目ついてる。これで手で受けて、目でついてる。こういうふうに、原理的には、すべてと同じ。ただ、間合いが違う。間合いが違うところだけ。ちょっとすれすれたりすれとは違うけど、あとは似てる。これ、気がついたやろうか。これ、はい。まっとって動いたら遅い。な、はい。どちらか言うと、ちょっとゆっくりやるよ。きれいってこう言ってる。な、中心線上、ちょっと前行くようなつもりで。はい、はい、もう一回入ってみる。ザッ、うわーってこういうつもり。一回前行ってみるのが分かるかなって。
一回泣いてる。寒い、寒いってこう言ってる。こういうつもりで相手を誘う。ね、キーレイト。キーは相手を誘っている。その足の使い方が難しい。キーレイト。ラブよ、怖い。でもここに来てる。ここに来ていることはもう剣の前でない。薄手の前にない。生きてる。だから、歯の下に入るいうことは、昔から極意になっている。歯の下の切られるいうこと、切ってみいと。今手を使っている。これ手を使ったら聞こえてくる。これ手で受けられる。つける。これが入ってくる。な、これだな。おやー、うーちゃーって言うかこれ、剣と、素手と素手、剣と刀、素手と刀。半分に似てる。半分ちょっと違う理論。間合いの理論は、誘いの理論は、もう誘いの理論にちょっと今日はそこまで話しない。これが誘いや。来いっていうのが誘い。これな。遠いな。これな。来いって言う。で、小田君、先生、民家左か。行くけど、あそこまで誘われたら、見るか左の区別は、先生こっち来たら、はい、こっち打つ。先生こっち来たら、こっち打つ。いうことができないようにする。それをな、はい、誘わんと、はい、来た。ここで行ったらついてこれ。うん。何度ギリギリ待っとっても。ついてこれる。ついてこれるな。なんでやるか。ここで。ついてこれる。けど、先生流に、これでな。こりゃついてこれる。な。あとは、ついてこささんようにする。それは、はい。どうやということ。左面が見えるか。もうこれで、おいやってこうした。ああいうふうに、今、おいやこうってやってるけど、おいやで誘ってる。おいやでってやってる。これ、まあ、ゆっくりやったら、はい、ゆっくりやろ。ここまで、区別をつかむ。こうなる。それで、刀と素手とある程度共通性が、素手ができたら、素手で素手が、素手対素手ができたら、素手対刀もある程度はできるけれども、間合いとか誘いの理論が分かっていなかったらちょっと無理。ゆっくりやる。ここまで誘い。ここまで誘いで今ちょっと別の理論で後ろへ回っちゃったけどそういうことではい終わり。